聖地エルサレム奪還、足の付け根みたいなとこ、筋肉量が発達、全然痛くなさそうにスンってしてる。はい、こんにちは、ラチです。今回は初めての西洋美術史シリーズ第2回ルネサンスやっていきたいと思います。ルネサンスといえば西洋美術史を語る上では欠かせない文化の分岐点になりますし、また世界史の教科書にも載ってくるような、大きなジャンルだったかなと思います。今回は、皆さんが知っているルネサンスという名前は知っているけど、じゃあ具体的にどういう文化だったのかというのをまとめていって、西洋美術史触れていただけたらいいなと思っています。こんな感じでね、私のチャンネル、YouTube チャンネルはですね、皆さんにアートとか、デザインの話もちょっとしたいなと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。さて、それでは始めていきましょう。初めての西洋美術史第2回はルネサンスです。今回のトピック3つご用意いたしました。まず1つ目からやっていきましょう。一つ目は、なぜルネサンスという文化が起こったのか、そのきっかけの物語です。いろんな、きっかけ、ルネサンスに突入したきっかけがあるのですが、それ以前の、ルネサンス以前、中世と呼ばれていた時代に、こういったたくさんの伏線が貼られていましたので、一つ一つご紹介していきたいと思います。まず一つ目。長い中世において大きな起点になったのは、十字軍遠征でした。11世紀から13世紀ぐらいまでにかけて、8回とか9回とか言われていますけれども、遠征に行きましたよという事件が起こりました。これは、西洋のキリスト教系の、世界の人たちがイスラム世界に、遠征軍を送るという、ものでした。エルサレムを、聖地エルサレム奪還するぞということで、結果だけ見ればこの十字軍遠征はあまり成功とは言えなかったかもしれません。ですが、これがきっかけで、時代が動いていくことになりました。目的地は、ここのエルサレムだったわけですよ。で、8回とか9回とか行くんですけど、第1回目は、まあ、成功と言えるでしょう。まあ、エルサレムに行って、で、そこで、こう、戦いをしたという感じでした。ですが、第2回十字軍遠征は失敗に終わってしまい、第3回は死闘の末引き分けに落ちました。そして、第4回ですよ。第4回になると、もうエルサレムすら行かなく、このコンスタンティノープルっていうところに行くんですね。で、これが、ビザンツ帝国の都であるコンスタンティノープル攻撃して、で、しかも、イスラム教系でもないんですよ。ギリシャ正教なので、キリスト教世界の、まあ、ジャンルに入るのかなと思いますけれども、そこに攻撃しに行ったんですよ。これによって、まあ、ローマ教皇も激怒してしまいまして、まあ、こう、十字軍遠征って何ぞやっていうことにだんだんなってきてしまうわけなんですね。なんでこのコンスタンティノープルに行ったかというと、ベネチアの商人にそそのかされて、ここを攻めろと言われていたらしいんですよ。十字軍遠征は失敗に終わってしまうのですが、この遠征によって潤った都市がありました。例えば、ベネチアです。この、イテベリのこの足の、付け根みたいなところ、ここの辺にあるやつ。で、ここが、遠征の通過点にあたるところだったんです。で、ここからね、海を渡って、こう攻撃したりとかしていたんですけれども、ここで物資を調達したりとか、船を調達したりとか、はたまた兵士とかを調達する場所になったので、まあ、ここでね、レンタルが起こったりとかして、ね、この辺が潤うわけですよ。第4回は、そういったベネチアの商人にそそのかされて、こんなよくわかんないところまで行くんですけれども、まあ、そうやってね、十字軍遠征というのは、まあ、大きな影響がありましたよというところでした。そして、東方に遠征に行って、兵士たちが目の当たりにするのが、東方の文化、また技術というのに触れていきます。西洋の文化よりも、当時はこの東方、アラビア各地の異国文化の方が、発展していました。水準が高かったんですね。なので、まあそういうところに刺激を受けながら、そして貿易も、盛んに行っていくことになります。当時の基礎通貨、
まあ今でいうドルみたいな感覚として使っていたのは、ベネチアのドゥカート、そしてフィレンツェのフィオリーノという通貨でした。お金が動いてね、富が動くと文化が動いていくので、少しずつルネサンスの基盤ができていくことになります。そして、通貨が流通することによって金融業というのが発達していきました。当時人気だったのが、この、トビアスと天使。これは旧約聖書に出てくる物語の一節です。この子は金貸しの息子です。で、この人は天使ですね。で、金貸しの息子が天使に守られながら旅をするという物語がありました。それ以前はなかなか金融業というのが、西洋ではあまり発達しなかったんですね。というのも、旧約聖書には利子をつけてお金を貸すとかっていうことが禁じられていました。なので、キリスト教系の人たちは、金融というのがあまり発達しなかったんですね。ちなみにユダヤは同胞のみ禁止という掟があるそうで、また違う感覚だったのかなと思います。ですが先ほどのように同胞と貿易をするとなると、そもそも通貨が違うじゃないですか。なので通貨と通貨をこう両替する、両替商みたいなところが発達するわけですよ。で、両替商で発展することによって金融業が発達していきます。そして十字軍が終わって少しずつ時代が変化していくと、少しずつ都市に教会が建設されるようになります。大勢の一般人が訪れて、で、その人たちがキリスト教に触れるという場が設けられていきました。当時は識字率も低かったので、聖書を読むことができない人が多くいました。そのため、絵で聖書を説明するために宗教画というのが発展していきました。そしてこの後ルネサンスになるときに大きな役割を持つのが第三のパトロンと呼ばれる人たちでした。それまで第一、第二のパトロンと呼ばれているのは教会とか君主、皇帝にあたる人たち、皇帝とか教会というのが芸術家のパトロンになっていきましたけれども、商人層がお金を持つようになると芸術絵画を注文する人たちの層がまた変わっていくことになりました。このジョルジョ像、美大受験とかしている人は、この像よく見ると思うんですけれども、石膏像でね、ジョルジョっていうのがあるんですよ。で、このジョルジョを作ったのは、それまで、こういうね、美術作品を注文するって言ったら、教会とか皇帝だったけれども、そうじゃない、ギルドの人たちが、お金を集めて、この作品、美術品を依頼したよということで、まあ、この美術品は歴史的に残る作品なんじゃないかなと思います。このように大きく拡大していく、新しい動きができる、人が動く、物が動くといった中で、不幸な事件も起きました。それがペストの大流行です。ペストはその当時、大きな混乱をきたすことになってしまいましたが、ですが、その後の拡大は目覚ましいものになりました。このペストによって、多くの人たちが亡くなったり、病に苦しんだり、絶望したりとかしていきました。そういった中で、教会の信頼は落ちるわけですよ。今まで神を願っていれば、神さえ信じていれば我々は救われると言われていたのに、ペストが来て、俺たちは救われないじゃないか。そこで、いや、なんとかしないといけないということで、教会が信頼を取り戻したくって、教会の増築とか、彫刻作品、絵画作品という制作に力を入れ始めました。ローマ教会とメディチ家、その当時ね、大富豪メディチ家が組むなどして、こういった新しい動きがどんどん出ていきました。こちらは、礼拝堂を飾るためにメディチ家が制作依頼をした作品です。これがね、息子かな？メディチの息子、ロレンツォ・メディチです。でね、ここに、ちっちゃくて見えないかな？ここに、帽子にね、名前が、署名が書いてあるのが、その当時、これを制作した画家、ゴツォリの肖像画です。で、このね、馬に乗ってる人たちも、こう、メディチの人なんですよ。自分とかお父さんとか子供とかっていうのを、この肖像にこう書いて、似顔絵書いて、宗教の一節に入っているようなテーマを描かせています。
さあこのようにバババーっと載せてみました。十字軍から始まって、まあいろんなところが発展していったんだけど、ペストでガクンと落ちて、でそこで落とした信頼を回復したくて、いろんな芸術文化の運動が起こって、この後にルネサンスが起こるよというお話でした。さあそうやって新しい時代が起こりました。文化もガラッと変わっていきます。そういったガラッと変わった中世の時代の芸術とルネサンスの芸術、大きく変わっていきましたが、そのうち3つ特徴を挙げてみました。一つずつ見ていくことにしましょう。まず一つ目、遠近法という考え方が生まれましたよ。それまで中世の芸術というのは遠近法という感覚、まあその概念がありませんでした。こちらとこちらは同じテーマで描かれた作品です。どちらも荘厳の聖母というタイトルがついていまして、マリア様と、イエス・キリスト様、そして周りに天使たちがいるという像を、描いています。こちらが師匠の作品、チマブーエ。こちらがその弟子、ジョットの作品です。ジョットというと、初期ルネサンスの代表的な芸術家になっていきますけれども、このジョットが起こしたきっかけというのが、その後、ルネサンス、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチとかミケランジェロにつながっていくような、芸術手法になっていきます。こちらの作品、師匠が描いた作品というのは、天使がこう上にね、浮いてるように描いていますけれども、ジョットが描いた天使は、奥に配置されているように描いていました。この遠近法の考え方が少しずつ変化していくと、次は線的遠近法という、技法にたどり着くことになります。ここにね、こう線引きで引いたようなきっちりとしたようなラインが見えてくるかと思います。このように手前と奥という考え方を、まるでこう線を引いているかのように見えてくるようになります。これがもっと変わっていきます。どう変わっていくかというと、これってこっち側、手前にいる人たちと奥にいる人たち、どっちもすごく丁寧に描かれていますよね。これがだんだん奥がぼやっとしてくるようになります。それが空気遠近法と呼ばれるものです。代表的なものとしてモナリザがあります。モナリザは手前のこの手元の部分とか、こう胸元の部分というのをすごく書き込んでいます。ですが、後ろにある背景、まあ景色の部分はすごくぼやかして、わざとぼやかして描かれているんですね。これが空気遠近法です。またモナリザは色彩遠近法も卓越していたと言われています。こちらは現存する色味で、こっちが当時の色味を再現したデジタル画像になります。これを見てみると、この手前の景色よりも奥にある景色の方がなんとなく青っぽくなっていますよね。これが色彩遠近法と呼ばれています。このように空気がこう遠のいていくと、少しずつ青っぽくぼやけていくという表現がルネサンスで登場していくことになりました。これが遠近法の考え方を習得して、そこからどんどん成熟していくまでの流れがルネサンスで見れるという大きな一つの特徴です。そして二つ目の特徴が、感情表現が出るようになりましたというところです。それまでの中世の描き方はこれ。これが、先ほどのジョット出てきましたね。ジョット・ディ・ボンドーネという、芸術家が描いた、どちらもキリストの卓形をテーマに描いています。キリスト・イエス様が十字架でこう処刑されているというシーンを描いた作品です。二つの顔の表情、まあ、こちらはね、ここ周りにいる人たちの表情も見比べてみてください。こっちの中世の時代というのは、スンッとしてる。スンッとしてる。イエス様が全然痛くなさそうなんですよ。手とか貼り付けでこう貫通してるはずなんですけど、でこう腹とか切られてるんですけど、全然痛くなさそうにこうスンってしてるっていう絵なんですね。で、それはまあ神の世界を描いているので、これはこれで正しかったんですよ。
だんだん神の目線から人の目線に移行していくというのがルネサンスの特徴でした。なので、感情がどんどん豊かになっていくというのが、まあ、二つ目の特徴、ルネサンスの二つ目の特徴に現れていくかと思います。そして三つ目が人体把握です。こっちが中世、こっちが、ルネサンスの時代に描かれた作品です。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチの師匠にあたります。ベロッキオという芸術家が描いた作品です。で、この天使がレオナルド・ダ・ヴィンチの若い頃のダ・ヴィンチが描いたっていう風に言われているんですね。こっちとこっちを見比べてみると、明らかに人の描き方が変わっていくと思います。こっちはこっちで良かったんですよ。こっちはイコンと呼ばれていて、もうアイコンであれば良かった。だから人らしく描く必要がなかったという時代でした。ですが、だんだんプロポーションをしっかりしていって、モデルを使って描くようになっていって、そして芸術家は署名をするようになっていったというふうに大きく変わっていった時代だったんですね。さあ、このようにルネサンスというのは、それまでの中世の考え方とは大きく変わった遠近法の考え方を見つけた。感情表現をするようになった。人体把握をするようになったということで、神の世界という、空想の世界、ありもしない世界を描くという考え方から、まるで人の目線に立ったかのように描くという考え方に移行していったという時代になりました。まあ、これのきっかけになったのは、前回第1回でありましたギリシャローマ文化というのも大きく影響していきます。ルネサンスというのは再生を意味する言葉でもありますし、そういったね、ところから、それまでの中世ではなく、その中世の前の文化を再生しようという考え方が、まあこのような特徴を生み出していったのかなと思います。さて、トピック3つ目。代表画家と作品を見ていくことにいたしましょう。ルネサンス特徴を見ていきました。きっかけ見ていきました。教科書にも載ってくるような代表的な作品を一つずつ見ていくことにいたしましょう。まず最初にご紹介したいのがサンドロ・ボッティチェリです。これは初期ルネサンスを代表する芸術家ですね。こちらの、ヴィーナスの誕生とかっていう、あとはプリマベーラとかっていう作品は、よく、登場してくる作品になってくるかなと思います。あとはこれ、私が好きな作品なのでちょっと載せてみました。めっちゃイケメンでしょ？この天使たち。こんなにリアルに描くようになったというのも、まあ、ルネサンスの特徴かなと思います。さて、その後、レオナルド・ダ・ヴィンチ出ました。これは世紀ルネサンスに活躍した芸術家。代表作、モナリザもありますし、あとこっちはね、白天を抱く貴婦人とかで、動物の森にも出てくるかなと思う。さて、レオナルド・ダ・ヴィンチと並んで三大巨匠の一人とされていたのがミケランジェロです。ダビデ像とか、最後の審判っていう作品も、ミケランジェロ残しています。彼は自分のことを芸術家、画家ではなく彫刻家と言っているように、こういうね、ダビデ像とか、あとはピエタとかっていう、ルネサンスの彫刻をいろんな作品を、残している芸術家になっています。さて、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、もう一人の三大巨匠がラファエロ・サンティです。代表作、コイスの聖母、これめちゃくちゃ可愛いし、なんかもっちもちのね、もう可愛いイエス様がこう、ムチムチしてて可愛いね。私も大好きな作品です。あと、アテネの学童っていうね。ここにね、見えるか。いろいろ、ギリシャ時代の哲学者がうじゃうじゃといるっていう作品になっています。ところ変わって、北方ルネサンスの芸術家もご紹介していきましょう。北方ルネサンスというのは、それまで、ご紹介したのはフィレンツェの芸術家。フィレンツェとかミラノで活躍する芸術家を、ご紹介していきました。そうではなく、もっと北の方で活躍した、ドイツとかの方で活躍した、芸術家。これがヤン・ファン・エイクです。油絵で初めて描いた大作と言われているのがこの作品です。で、これがヘントの採卵側の一部を、まあ、こう拡大してご紹介しています。これを描いたのがヤン・ファン・エイクという芸術家です。もう一人、北方ルネサンスでご紹介したいのは、アルブレヒト・デューラーです。こう、自分を
まるでイエスのように描くっていう、すごいね。さて、ルネサンスというと、初期ルネサンス、正期ルネサンス、そして、後期にあたる部分をマニエリスムと呼びます。そのマニエリスムの時代に活躍した一人がアルチンボルトです。これはね、知らん、美術よくわかんないって人も一回は見たことある作品なんじゃないでしょうか。人の横顔を花とか果物とか、すごいヘンテコな肖像画をよく描いている芸術家でした。この人はミラノで活躍した、芸術家でした。マニエリスム画家と呼ばれていますが、この人がこれを描くきっかけになったのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの自然研究が元になっていたそうです。もう一人マニエリスムの時代に活躍した芸術家がエル・グレゴです。こっちの方が有名かな？こっちは私が好きなので載せました。このようにね、ちょっとコントラストバッチバチの、なんかこう、グインって引き伸ばしたような顔と、体を持たしたっていう、まあ、マニエリスムの特徴なんですけど、このグインって伸ばしたのが。で、そういう作品を残しているのがエル・グレゴです。さて、皆さんの知っている芸術家、出てきましたでしょうか？まあ、他にもいろんな芸術家登場していきますので、私はルネサンスの芸術家、こういう人が好きっていうのが、もしあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回、読売カルチャーさんの方で、オンラインの講座をやらせていただくことになりました。ボストン美術館展、芸術と力を100倍楽しむ講座ということで、7月30日夜やらせていただきます。こちらの講演会は、まず東京都美術館で公開されますボストン美術館展という展覧会に合わせた講座内容となっております。こちらのね、展示会に行くよという方も、ちょっと内容気になるよという方も、楽しめるような講座になっていますので、ぜひ、概要欄から、チェックしていただけると嬉しいなと思います。いや、リアルタイムで行くのは難しいよという方も大丈夫ですし、いや、美術のことあんまりよくわからないんだよね、事前知識ないんだよねという方も、楽しめるように、頑張りますので、ぜひよかったら、講座登録していただけると嬉しいです。皆さんのご参加お待ちしております。私の本が発売されています。大人の雑学西洋画家辞典です。これね、西洋美術に登場してくる35名のエピソード集です。35名の中にはレオナルド・ダ・ヴィンチとかモネとかゴッホとか、あ、聞いたことあるよね、見たことあるかもしれないっていうような芸術家がね、たくさん収容されています。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。